アイテム番号 SCP-198-JP。 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。 SCP-198-JP はサイト81の定期限度物品収容倉庫内に設置された家庭用小型冷蔵庫の中に保管されます。 SCP-198-JP の転移を防ぐため、冷蔵庫内には常に2、3の食品を入れておき、3日ごとに新しいものと交換してください。また、SCP-198-JP が転移を起こしていないか、交換の際冷蔵庫の中身を取り出して確認をしてください。この時冷蔵庫内に SCP-198-JP しか存在しない状態で3時間以上放置しないでください。万が一転移を起こした場合に備えて倉庫には食品を保管してある冷蔵庫を数台用意してください。また、SCP-198-JP 収容用のものを除いて、サイト81には食品冷蔵庫を必要とする設備は設置しないでください。個人研究室等においても冷蔵庫の設置は許可されません。説明。SCP-198-JP は白いペースト状の物体が容量の半分ほどまで入った。一般家庭で使われる標準的なタッパー容器です。SCP-198-JP の異常な性質は、SCP-198-JP が他の食品類と同時に冷蔵庫内に存在するときに発現します。SCP-198-JP が存在する冷蔵庫内の食品は、低温環境下にもかかわらず、速やかに腐敗していきます。真空保存パック、乾燥した保存食、缶詰類、液体や調味料類、チルドや冷凍庫内の食品など、通常腐敗しにくい物品もすべて同様のスピードで腐敗が進行し、およそ3日ほどで完全に形を失い黒いペーストになります。この腐敗プロセスが完了してからおよそ3日ほどで、SCP-198-JP は周囲で一番近くにある、中身の入っている冷蔵庫内へと転移します。また、SCP-198-JP は認識を阻害する作用があり、冷蔵庫内に他に腐敗の完了していない食品が残っている間は、そこに存在していても認識することができません。これは映像記録においても同様です。SCP-198-JP を確認するためには、冷蔵庫内の物品がすべて腐敗するか、もしくは冷蔵庫内の物品をすべて取り出し庫内に SCP-198-JP しか存在しない状態にする必要があります。冷蔵庫内に他に物品がない場合、また SCP-198-JP が冷蔵庫外に置かれている場合、SCP-198-JP は3時間ほどで周囲の一番近い中身の入っている冷蔵庫内へと転移します。SCP-198-JP の容器の内容物は未知の動物性タンパクのペーストであり、塩辛や酒糖、かつお節に似た強い臭気があります。実験で接触した B クラス被験者による、かつて経験したことのないほどの強烈な旨味と、わずかな塩味があり大変美味だ、という報告があります。しかし、接触したすべての被験者は接触後6から24時間以内に腹痛、嘔吐、下痢などのこれらに似た症状の後、痺れ、痙攣、幻覚、筋硬直を引き起こし、やがて肝臓及び腎臓の重篤な機能障害により、72時間以内に死亡します。接触後早期の胃洗浄、血液透析により症状がわずかに緩和しますが、その場合でも重篤な障害が残る可能性があります。また、接触する、取り除くなどして減少した SCP-198-JP の内容物は、ゆっくりとした速度で自動的に補充され、からの状態からでも3時間ほどで元通り容器の半分ほどの量まで戻ります。SCP-198-JP は、と、市での10、県の一般家庭、レストランでの連続食中毒事件及び、スーパーマーケットにおいて冷蔵倉庫内の食品がすべて腐敗する事件の後発見されました。関係者には適切な治療の後記憶処置を施しましたが、SCP-198-JP の内容物を接触した、
姪のうち6名は死亡しました。この事例で SCP-198-JP を接触した一般人数名から、冷蔵庫内が腐っていて、唯一まともに食べれそうなものだったので、こんなもの入れてたかなと疑問に思いつつもそれを食べた。という同様の証言があったため、当初は SCP-198-JP に接触を促す精神作用があるのではないかと疑われましたが、後に実験により否定されました。ほい。SCP-198-JP の樹脂製の蓋の裏側に、ひどく乱れた手書きの字体で以下の文章が浮き出ていることが確認されました。しょうちゃんへ、お母さんが美味しいものを作っておきました。お夕飯に食べなさい。すぐ帰ります。しずえ。調査により、しょうちゃん、とは SCP-198-JP 発見の際、最初に SCP-198-JP を接触して死亡した民間人であり、しずえ、とはその祖母である可能性が示唆されています。しかし彼女は10年前より現場から 30km ほど離れた老人介護施設に入所しており、また重度の認知症であるため、関連性については現在も継続して調査中です。